アロハノアロハノアロハノ。アロハ、ハワイの吉見大輔です。フラナビハワイチャンネル、5分でわかるフラソングのツボ、今日もお届けしたいと思います。そんなことを話す僕は何者かというと、ハワイ州観光局のアロハプログラムというハワイのことを勉強するサイトですけれども、そこでキュレーターをやったりしています。そしてハワイアンソングの歌に出てくる言葉を集めたハワイ語集なんかも作ったりしているんですが、今日はこの曲についてフラダンサーが知るべき10の項目を途中までカバーしたいと思います。1、曲名はアロハノーです。2、歌っているのはウェルドンケカウオハのバージョンが広く日本では知られていると思いますが、他にもロバート・カジメロさん、そしてローナ・リムさんもレコーディングしています。3、この歌の作者はレナ・マシャドさんです。ハワイアン・ソングバードと呼ばれているシンガーでありソングライターである彼女が1949年に書いた歌です。4、この歌に地名は出てくるか、出てきません。5、この歌の中に人名は出てくるか、出てきません。6、この歌の中に動植物は出てくるか、出てきません。7、この歌を一言で解説するなら、遠くに離れた愛する人の声を電話越しに聞いて高まる愛を歌ったラブソング。というわけで、フラソングの中でもラブソングとしてとても人気のあるこの歌からですね、今日はラブソングのボキャブラリーを紹介したいと思います。ハワイ語のラブソングにはどんなラブソング的な言葉が入っているのか、今日は9つの言葉を紹介したいと思います。まず1つ目です。ホオヒヒ、ホオヒヒコウマナオっていうふうにフレーズで出てくるんですが、囚われるっていう意味です。ホオヒヒコウマナオで、私の思いは囚われている、夢中になっているっていう言葉です。2つ目、ラウビリビリ、歌の中ではラウビリビリネイっていうフレーズで出てきますけれども、かき回すっていう意味です。まあこの歌の中では胸がかき回されているようなことが描かれています。3つ目、アロハ。まあ当然ですけれども、まあ、アロハノーにしときましょう。アロハは愛するっていう言葉ですね。そしてノーはハワイ語で強調の言葉です。つまりアロハノー、もうすごい愛してるっていう雰囲気ですね。それが曲名にもなってます。4つ目です。クウレイ。クウが私の、そしてレイはレイですけれども、クウレイって歌の中で出てきたら、愛する大切な人のことです。5つ目、クウミリ。同じ私のという意味のクウとミリ、最愛の人、あるいは愛部とかっていう意味があるセクシーな言葉です。6つ目、イイニ。この歌の中では、ヘイイニコウナウっていうフレーズで出てきますけれども、あなたが私に向けて持っている欲望、あるいは願望っていう意味なんですけれども、イイニは願望、欲望です。7つ目、クウポリ。ポリは胸ですね。クウポリ、私の胸の中にっていうフレーズです。8つ目、ナネヤ。楽しむ、くつろぐっていう意味ですね。そして最後9つ目、カウア、私たち2人っていう意味ですね。ハワイ語はちょっと面白くてですね、私たちっていう一人称を複数で言うとき、2人と3人以上とに段階に分かれてるんですよね。でラブソングの中ではカウア、私たち2人っていう言葉がよく出てきます。ということで今日はラブソングに出てくるハワイ語ボキャブラリー、
アロハノーの歌の中から9つ紹介しました。5分でわかるフラソングのツボ、今日はアロハノーという曲を紹介しました。この歌について詳しく知るためのオンデマンド講座を Vimeo でやっています。興味がある方はぜひ概要欄のリンクから見に来てください。ではまた次の動画で会いましょう。マハロ。